第一二折半より、終わりよければすべて、よしとは、ウィリアム・シェイクスピアによる儀曲である。1603年から1604年頃に書かれたと推測されている。当時の演劇作品でしばしば使われた、ベッドトリックが効果的に用いられていることなどもあり、通常は喜劇に分類されるが、単なるハッピーエンドには終わらないため、尺には差しを、トロイラスとクレシダなどと並んで、 問題劇と呼ばれる作品の一つである。全体としては不自然の点も多く、シェイクスピアの作品でもとりわけ講演回数が少ない作品の一つである。作品の大筋は序盤にボッカッチョ作デカメロン中の総話に基づいているが、シェイクスピアが直接読んだのはウィリアム・ペインターによる英訳、快楽の宮殿であったと推定されている。 この作品の書出は1623年に刊行された最初のシェイクスピア全集ファーストフォリオであり、それ以前に単行本化されることはなかった。作品の雰囲気やスタイルに矛盾が見られることから、シェイクスピア自身によって後年に改訂されたのではないかという説もあるが、むしろフォリオはシェイクスピアの実質走行を底本にしており、その後の修正が反映されなかったための矛盾では、 ないかという推測が一般的である。シェイクスピアの生前は愚か王政復古以前の上演記録は残っていない。1741年のグッドマンズフィールドシアターでの公演が最古の上演記録であり、翌年にはドルリー霊園ー劇場でも上演されている。その後数十年にわたって散発的に舞台に乗せられたが、いずれもペイローレスを中心に据えて、 喜劇性を強調した改作版であった。1794年にはフィリップ・ケンブルによって喜劇的な部分を削りセンチメンタルな方向へと転換した改作が作られた。その後1832年にはコベントガーデンのロイヤル・オペラ・ハウスでオペラバージョンが発表されたがこれは本作のベッドトリックなどが当時の美意識や道徳感にそぐわないものだったため、 原型を止めないほど脚色が加えられたものである。オリジナルの形で本格的に上演されるようになったのは20世紀に入ってからのことで、1927年にバーミンガムレパートリー劇場で上演された際には、ローレンス・オリビエがペイ・ローレスを演じた。あくまでヘレナが主人公であるため、純情なヒロインが思いを寄せる男性と結ばれるという。 ハッピーエンドの物語であると見ることもできるが、全く別の見方もできることがこの作品の解釈を難しくしている。つまり中世の貴族が貧しい医者の娘との結婚を嫌がるのはむしろ当然であり、ロミオとジュリエットのように当人たちが愛し合っていても、周りが反対するのなら、ともかく国王や伯爵夫人、老貴族など分別ある人々がヘレナを支持する方が不自然だからである。 バートラムの視点に立てばはっきり嫌いだと告げている女につけ回され皆の前で恥をかかされた上に陰謀によって既成事実を作られて無理やり結婚させられるというバッドエンドになるのであるそれまで描かれてきたバートラムの性格を考えてもその後二人が幸せに暮らしたという保証が作品からは得られない批評家の間でもバートラムに同情的なものと批判的なものに分かれる また、荒唐無形なストーリーと、登場人物たちの現実的で時に、シニカルな性格描写の分裂も明らかである。シェイクスピアの初期の喜劇作品にはありえないこうした、矛盾がこの作品には目立つので、単純に喜劇として分類し難い作品として、問題劇というカテゴリーが暗示された。ありがとうございます。